ございます。マツケンです。今ですね、そこに向かっておりまして、本日は8月13日かな、火曜日、コストコお盆期間は早く開くということで、公式ホームページの方にですね、そういうの書いてありましたんで、告知の通りだともうオープンしてると思うんですけれども、どんだけ多いのかなというのをちょっとチェックして、あと朝ごはん買って帰りたいと思います。おお、まあ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 だな。もう入り口開いてるんで、行列はないですね。こんな感じで駐車場から空きです。入り口もね、全然人いないんで、スルスル流れてます。まあ、特に用事ないんですけど、一回ぐるっと回って朝ごはん買って帰りたいと思います。今買い物終わって9時30分過ぎなんですけれども、こんな感じでまだまだ余裕ですね。今日今すごい晴れてるんですけど、風が強くて、で明日からね、天気が崩れる予報が出てるんで、明日以降はどんな感じになるのかちょっと予想がつかないですね。もしかしたら結構ガチャガチャするかもしれません。はい、ということでスタジオに帰ります。ということで帰ってきました。全くね、買い物をするつもりなかったんですが、前から狙ってたものが売ってたんで買ってきました。こちらオイコスヨーグルトのマンゴーココナッツです。6月末ぐらいまでこれね売ってたんですけど、それ以降一時期消えてましたね。で、今日たまたまチェックしたら売ってたんで、ついつい買ってしまいました。本当はね、手ぶらで帰ってくるつもりだったんですけど、明日明後日また買い物行くかわからないので、とりあえず買っとけということで、はい。で、パッケージにもあるんですけど、期間限定と書いてあります。でね、ここソルティーサマーって書いてありまして、もう完全に夏の商品みたいな感じでしょうかね。パッケージのデザインこんな感じになっておりまして、タンパク質 9.6、 脂肪0、 93kcal で、カーボ 12.6g、 マンゴーとココナッツという夏のねフルーツの組み合わせなんですけれども、これに食塩が入ってるということで、はい、それが特徴だと思います。近所のコンビニにもオイコス売ってるんですけど、このねマンゴーココナッツもね売ってたんですが、パッケージはなんか新しいみたいで、期間限定ソルティーサマーって書いてあるんで、以前売ってたマンゴーココナッツもこれなんですかね。もしかしたら違うんかな、その点わからないんですが、食べてみたいと思います。はい、あ、マンゴーソースが入ってる。なんかこんな感じでマンゴーソースですね。で、いただきます。うん、美味しいです。今まで食べたオイコスと同じように、この底の部分にピューレ状のマンゴーソースが入っておりまして、中には角切りのマンゴーがちょこちょこ入っております。
で、ココナッツはそんなに感じないですね。思ったほどココナッツ感はなく、どちらかというとマンゴーの方が存在感があるなという感じです。で、食塩が少し入ってるということなんですけれども、若干ね、その感じはあります。うん。おそらくヨーグルト本体の方に食塩がね、少し入ってると思うんですけれども、それによって口に入れた後の感じがちょっとね、クッてなるんですよ。しょっぱとはならないんですけど、口の中にクッという刺激があって、それで唾液がうわっと出てくるような感じがあります。ココナッツとマンゴーが使われてるんで、より夏っぽい感じではあるんですけど、この食塩が入ってるっていうのがちょっと好み分かれそうですね。うん。味自体すごい美味しいです。うん、今までストロベリーとグレープフルーツとプレーンを食べましたけど、やっぱちょっとこれは一味違いますね。良くも悪くも一味違うという感じで、とりあえず完食しました。やっぱ夏って汗かくんで、水分補給も大事ですけど、塩分の補給も大事って言われてるじゃないですか。とはいえ塩分補給ってなかなか難しくて、塩キャンディー舐めたりとかそういうことをしないとね、なかなか難しいもんで、こういうヨーグルトに含まれてることで、そのヨーグルトを食べながら塩分補給できるっていう点では、まあこの時期特にいいんじゃないかなと思いますけど、通常のオイコスの濃厚な感じのヨーグルトに慣れてて、それ目的で買ってる人の口にはちょっと合わない可能性があると思います。で、今喋ってる間にもうずっと唾液がね、ダラ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 出てくるんで、やっぱこれ食塩効果じゃないかなと思います。基本的なココナッツヨーグルトの感じとか、あとはそのマンゴーソースと合わせて食べるっていうことに関しては全然美味しいんですけど、まあ、その食塩問題ですかね。ソルティーサマーということでね、その期間限定の仕様になってるんで、まあどうかなと。今まで食べたオイコスの中で順位をつけると4番目ですね。はい。一番好きなのはやっぱプレーンかな。甘みを増すために塩を振ってスイカ食べたりとかする方の口にはすごい合うと思いますので。逆に僕はスイカに塩振って食べる人間ではないので、まあ、という感じですね。まあ、期間限定商品ということで、登場しておりましたので、はい、気になる方はね、ぜひ買ってみてください。こちら今日の朝飯です。600円、うまい。この180円のホットドッグは出先でね、食べることも多いんですけど、今日みたいに家で食べるときは何もなんかトッピングせずにこのまま持って帰って好きなようにアレンジして食べることが多いです。で、一番好きなのはもう野菜とか完全無視でチーズと、あとソースですね。特にですね、辛い系のソースで食べるのが好きで、カルディとかで売ってるフラインググースのチリソースでガーリックが入ってるやつです。これがもう抜群に美味しいです。コストコのフードコートにあるトッピングって、まあまあいろいろ準備してあるんですけど、限られたものの中で組み合わせないといけないんで、どうしてもね、限界があるので、家に持って帰るともう無限に近い食べ方ができますんで、家で食べるのもなかなかいいと思います。はい。チーズ入れてバンズ焼くだけで、コストコの感が全然なくなるんで、今回はただチーズ乗せただけなんですけど、フードコートでホットドッグを買ってきてアレンジするみたいなやつもちょっとやってみようかなとか考えております。ね、モスのチリドッグとか好きなんで、ああいう風にひき肉をこう、スパイシーな感じで用意しておいて、ダダッと乗っけるだけでね、また美味しい食べ方ができると思うんで、はい。
ピザとかもそうなんですけど、もうフードコートの食べ物はあそこの現地で食べることってほとんどなくて、ほぼほぼ家に持って帰ってきて何かしらアレンジして食べてます。まあ、ちょっと手間なんですけど楽しいし確実に美味しく食べれるんで、はい、こちらもねぜひお試しください。辛っ。コストコって言ったらピザ買ってきてそれでパーティーするみたいな感じが鉄板だと思うんですけど、ホットドッグ10本ぐらい買ってきてそれでなんか好きな感じでトッピングして食べるっていうのも同じぐらいパーティー感があっていいんじゃないかなと思いますので、はい、そんな感じで現場からは以上です。フルーツ入れた。美味しい。うん。塩分気になる方は、フルーツをもりもり入れて食べると、フルーツの酸味と甘みで、しょっぱい感じが飛びますんで、食べやすくなると思います。ということで今回はですね、追い越すヨーグルトのマンゴーココナッツ紹介でした。はい。こんな感じでコストコ商品レビューの動画いろいろ作ってますので、もしチャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会に、登録お願いします。でこの画面の下にグッドボタンバッドボタンありますので、どちらかタップして評価の方もお願いします。昨日ですねプレミア公開っていうのを初めてやったんですけれども、見てくださった方々ありがとうございました。急遽ね思いついてやってみたんですけれども、何人ぐらい見てくれるかなと思ってたんですが、123人だったかな、一番多い時で、もう予想よりも全然多い人数の方が見てくださってですね、はい、ありがとうございますと。まあ、こういう単発の商品レビューでプレミア公開することは多分ないと思うんですけれども、まあ、主婦動画というか、まあ、家事とか育児やってる記録的なやつの時はプレミア公開しようかなと思います。でプレミア公開する時は夜になると思うんですけど、タイミングがねいろいろ重ならないとできないので、昨日はたまたま家族のメンバーが実家に泊まりに行ってくれて、僕一人だったんでできたんですけれども、もしまた機会があればやってみたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。それでは